いや確かにプライベートでもおしゃれはしたいんだけどもまだまだ子供が小さいから抱っこしたら汚れるし服はシワになるからそんなに小綺麗な着こなしってできないんだよなそれ考えるとパパの着こなしって結構制限が多くてどうすればいいのかわかんないんだよなこのあたりバチッと説明してくれる人っていないのかなと思ってる皆さんこんにちはプライベートでは8歳と7歳の2児の父スタイリストの大山俊です今回は動画なんですが おしゃれパパになれる秋服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています、まあ、冒頭にもお伝えした通り結構パパって着こなしに迷う方少なくないかなと思うんですね僕自身もですね子育てをする中で、まあ、特に子供がもうちょっと小さい頃はですね汚れる機会も多かったので結構服選びには迷いましたちょっと小綺麗な着こなしだと思いっきり子供と遊べないというところもあったりするかなと思うので結構パパの服選びは難しいかなと思いますそこで僕自身ですね 20の父として、まあ、これまで悩んできたところを踏まえながらですねおしゃれさもちゃんと確保しつつ機能性ですね動きやすかったりだとか洗濯をしやすいところも含めたですね良いとこ取りのですねパパに似合う服を厳選して今回は5点皆さんにご紹介をしてみたいなと思っています、まあ、なかなかですねこのような情報をお伝えしているチャンネルというのは多くないかなと思うのでよかったですねお子さんのいるパパ世代にですね楽しんでみていただきたいなと思います、まあ、もちろん今回ご紹介するアイテムというのは30代,40代の 大人世代にとってはもうマストアイテムみたいなもんなのでお子さんがいるいない関わらずにですね鉄板アイテムばかりなのでよかったら皆さんもですね参考にしていただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、こっからはですね、具体的に、おしゃれパパになれる秋服ということで、皆さんに一点ずつ解説をしていきたいなと思ってるんですが、まずはアウタージャンルですね。着こなしの中で、上半身にあって一番外側に来るアウターというのは結構目立つので、まあ、ここから解説をしていきたいなと思います。まあ、今回ご紹介するアイテムは、まずこちらですね。417エディフィスのブレイクスルー2レイヤーブルゾンですね。価格が19,800円ということで、これはですね、 1> 4 1 7ンエディフィスさんの店舗にお邪魔した時に見ていたんだけどもあえて取り上げなかったんですねこれなぜかというと結構似たようなデザインのバブアをですね動画の中ではご紹介したのでかぶ、まあ、るかなということでご紹介しなかったんですが、まあ、こちらのですね2レイヤーブルゾン、まあ、ベースのデザインは、まあ、バブアと同じようなですねワークテイストのジャケットをですねモチーフにしているんですがまず何がパパにとっていいのかというと竹の長さなんですよねいわゆるですねロング丈のコートみたいなものは 結構パパ世代にはハードルが高いかなと思うんですね抱っこするときにも邪魔になりますししゃがんだりすると裾がですね地面についてしまうので結構気使うんですねなので小綺麗なコートというよりは竹がスッキリとしているものの方が僕はですねパパ世代には圧倒的に使いやすいかなと思います、まあ、僕自身もですね子育てを経験させていただいてからロング竹のコートよりもお尻が隠れるか、まあ、お尻の中間ぐらい隠れるぐらいのですねアウターが圧倒的に多くなったんですね、まあ そういった意味でもこちらのブルゾンというのはまさにちょうどいい長さなので使い勝手も最高にいいかなと思います。まあ、バブアーのアウターに比べるともうちょっとデザイン的にもミニマルなんですよね。余計な装飾性がなくて割とプレーンな見た目になっていましてこの辺りも様々な着こなしにもですね応用しやすいので使い勝手のいいポイントかなと思います。表面の素材はウールライクに見えるんですね。ただ実際のウールだとちょっと扱いが大変だったりするのであくまでこちらは高機能のポリエステルを使っていまして取り扱い でもそこまで汚れだとかを気にすることなくガンガン使うことができるかなと思います暴、まあ、風機能と撥水機能も備えていますので急な雨にも対応してくれるので意外と気軽にガシガシ使っていただけるようなそんなライトなアウターかなと思っています、まあ、カラー展開は3つあるんですが、まあ、ネイビーだとかグレーだとかこの辺りの色合いが特に使いやすいかなと思うので、まあ、ぜひ選んでいただきたいなと思います、まあ、本体部分と襟の部分で生地を変えてあってこの辺りもちょっとしたアクセントになってるんですがバブアーよりも やぼったさみたいなところが出ないような割とこうスポーティーな雰囲気にも振ってあるのでこの辺りも含めておしゃれパパのアウターとしてはすごく使い勝手がいいかなと思います、まあ、できればバブアーは着たいところではあるんですがやっぱり5万円ぐらいしてしまうのでもうちょっと気軽にこういったアウターを羽織りたいなという方もいらっしゃるかなと思うんですが1万9800円という価格帯も含めて非常にですねこなれているのでまあこういったもので代用してもらうのもいいかなと思うのでぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思いますそしてもう一つですねまあバンガ 今としてて僕も今着ていますすがデニムのカバーオーオルですねこういったものも結構使いやすいんですねちょっと立ってみますが今回僕が着てるのは手前みそで申し訳ないんですが自分のブランドで作っているカバーオールなんですね先日もご紹介しましたがこれがですね結構休日に子供と遊ぶ時によく使ってるアイテムなんですねそれこそカバーオールみたいなものっていうのはお尻がちゃんと隠れるぐらいの適度な長さがあってなおかつデニムなので汚れとかも気にせずガンガン使い込めるんですね むしろ汚れたぐらいの方が味わいが出てくるので、デニムのカバーオールがですね、めちゃくちゃ使い勝手が良かったですので、パパ向けのですね、適したアウターかなと思うので、まあ2つですね、こういった417の2レイヤーブルゾンやデニムのカバーオール、ぜひ皆さんもですね、パパ用のアウターとしてチェックしていただければなと思っています。 はい続いて2点目のですねおしゃれパパアイテムなんですがこちらですねミラノリブクルーネックセーターこれアーバンリサーチドアーズのものになります価格が8910円になっていますがここで一つのツッコミどころがあるかなと思うんですねニットおしゃれでいいけども手入れめんどいんだよねという方いらっしゃるかなと思いますこれですね奥様から言われることも多いかなと思うんですねニットはちょっと手入れめんどくさいからスウェットにしてよという方 も多いかなと思うんですがこちらのニットに関してはタイトルの上にですね選択かって書いてあるんですよねこれがすごくいいポイントかなと思いますまあ、ミラノリブニットといえばまあ、ユニクロのものもですね定番的にありますまあ、あれでも全然いいんですがまあ、もうちょっと気分上げたいよねっていうところが今回の趣旨でもあるのであえてアーバンリサーチドアーズにしているわけなんですがミラノリブというのはまずは表面感としては結構スウェットに近いような割とこうプレーンな見た目になってまして凹凸感も少ないんですねクリーン ンで、肌触りももも良良良くてスウェッットトラライクだだけども上品なニットのののささととといううころも感じられるのがミラノリブの良さだと思うんでですねで肩のラインなんかも落ちていて、ちょっとゆるっとしたシルエットなので、これ単品で秋にですね、主役として着ていただいてもいいし、先ほどのですね、バブアライクなアウターの内側に入れてあげてももちろんいいかなと思います。さまざまな使い方ができるので、秋、冬、春と使えるのがこのですね、ミラノリブのクルーネックセーターの良いところかなと思います。そして洗濯かということで、 の洗洗濯機で洗うことができるこれが最高のポイントかなと思いますどんなに素敵なものでも手入れしづらかったらパパの着こなしの中にはハマりづらいんですよねそこをちゃんと押さえたアイテムとしてこちらのニットはまあ唯一無二で使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますカラー展開は3色になっていますが個人的には色味が綺麗なブルーですねこういったものを着ていただけると、まあ、先ほどのちょっとワーク調のジャケットの内側に差し色として使っていただくのがすごくバランスがいいかなと思いますもしくは はミックスホワイトですねホワイト系ではあるんですがライトグレーに近いような少しグレイッシュなところもあってちょっと混じり気があって温かみも感じるこの色合いが非常に良い仕上がりなのでこちらもですね濃いめのアウターの内側に入れてあげるとちょっと明るい雰囲気なのでこの2択がいいんじゃないのかなと思いますまあ、意外とニット系で洗えるものというのは最近は増えているんですが、まあ、デザインも良くて機能的でなおかつ価格的にも高すぎないものというと意外と選択肢は少ないのでその中 中でこののドアーズのですねミラノリブのクルーネックセーターはかなり使い勝手がいいかなと思うのでぜひ皆さんチェックしていただければなと思っています。 はい、続いて3点目にパパ世代にお勧めしたいアイテムなんですが、同じくトップスジャンルの中で、シャツとか行きたいところなんですが、パパ世代なので、もうちょっとカジュアルに振るという意味で、今回はこちらですね、ビューティーユースの裏毛スナッププルオーバーですね。こちらをご紹介したいなと思います。価格が14,160円ということで、安くはないんですが、結構一着あると長く使えるような、これも名品かなと思います。いわゆるこう、フリースみたいな見た目のものになっていまして、まプルオーバーということで、 ブリのタイプですね首元の部分をですねスナップボタンで開閉するようなタイプになっているんですが、まあ、ちょっとアウトドアブランドのですねこのようなフリースをモチーフにしたようなアイテムになっていますがただこうブランド名ですねよくやるとこで言うと LLB だとかパタゴニアだとかそういったところがよくやるようなものではあるんですがブランドタグが入っていないので普段着の中にスッと溶け込みやすいようなアイテムに仕上がってるかなと思います、まあ、ポリエステル素材のスウェットなので割とですね軽軽量で気軽に やすすいいというとうころもありますしスナップボタン自体もちょっと小ぶりにしてあることであんまりこうアウトドアライクになりすぎないように都会的な着こなしに落とし込めるような感じになっているので待ち着としても最適な1枚かなと思いますこれだったらお子さんと遊ぶ時にも気軽に着やすいかなと思ったので僕もこれは欲しいなと思ってるんですねでこちらも自宅の洗濯機で洗うことも可能ということでここも大事なポイントかなと思いますまあカラー展開は2色になっていましてネイビーとロイヤルなんですねこれがですね結構難 難しいところでまあ間違いなくネイビーを選んでいただければバチッとはまりやすいかなと思います下に白 T を着ていただいてちょっとだけ覗かせるボトムスはブラックとかを履いていただければ、まあ、ほぼモノトーンのような着こなしになるので、まあ、使い勝手はネイビーいいかなと思うんですが、まあ、意外とこのロイヤルがすごくいいカラーでブルーの中でも華やかさがあるんですねなのでブラックのパンツとかと合わせていただいてもしっかりと主張があっておしゃれ感すごく出せるかなと思うので個人的にはこのロイヤルも押したいなとは 結構スタッフの方でも着てる方いらっしゃるので、写真見ていただきたいなと思うんですが、思ったよりブラックのパンツと合わせると主張強くないので、僕はですね、こちらのカラーを選んであげて、よりですね、おしゃれ感とかを楽しんでもらうのもいいんじゃないのかなと思います。首元もしっかりと高さがあるので、意外と暖かいので、秋の季節から冬まで使っていただけて、この上にですね、アウターを着ていただければ、冬のミドルレイヤーとしても使うことができるので、かなり優秀な一枚です。ぜひ皆さん、チェックしていただければなと思います。 思っています はい、続いてボトムスいってみましょうかね。今回ご紹介したいのがこちら。グリーンレベルのメランジツイルワイドユーティリティパンツストレッチ防止はタイプですね。値段は9900円ということで、比較的セレクトショップの中では買いやすい価格帯になってるかなと思います。色は3つあるんですけども、個人的にはダークグレーですね。これが使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。まあ僕がよくご紹介するボトムスっていうのはブラックが多いんですが、まあ冬場はですね、結構上半身にブラック だとかネイビーだとか,だとかそのあたりを持ってくることが多いのでそういった時にボトムスまでブラックだとちょっと重たすぎるので、まあ、ダークグレーぐらいで少し色を外してあげると結構使いやすかったりするので地味ではあるんですが劇的に使いやすいのがグレー系のパンツかなと思ってるんですねなので今回こちらの色をご紹介させていただきましたまずはシルエットに関してはですねワイドパンツなんですよ腿周りを見ていただくとゆとり感があるんだけども膝から下にかけてテーパードが効いているので決してこうだらしな 見えないというととうころですねこの辺りのシルエットが絶妙だなと思いますやっぱり細身になればなるほど動きやすさというところは損なわれてしまいますし、まあ、今っぽさというところで言うとまあ、最近細身のものも出てきてはいるんですがまだまだワイドパンツに今っぽさ感じ合えるかなと思うので、まあ、そういった部分をちゃんと兼ね備えているのがこちらのボトムスかなと思いますセンタープレスが入っていてやや綺麗めな雰囲気が漂うんですが適度なワイド感もあるのでこの辺りの綺麗さとカジュアルさをうまくミックスしたような 立ち位置が非常にバランスのいい一本かなと思っていますでウエストにはちゃんとゴムが入っていてドローコードも入っていますので様々なウエストサイズの方にも対応がしやすいというところも使いやすいポイントになっていますそして結構嬉しいのが防止は機能がいいているというとうころなんですねやっぱりボトムスっていうのはシワが寄ってしまうとだらしなく見えたり清潔感が漂わなくなってしまうんですがそこが最初からこうボーシの機能がついていることで結構手入れというか綺麗に保ちやすい環境が整って るんですねこの辺りもパパ世代にはすごくありがたいポイントかなと思っていますそしてこちらも洗洗濯機で洗えるこのあたりも大事ですねまあユニクロの服だとかファストファッションの服っていうのはこのような機能性というのは当たり前のように付いてるんですが値段が上がっていくとだんだんこういった機能性ってむしろ下がっていくんですね天然素材を使った上質な服だとなかなかこのような機能性の高いものはなかったですので高価格帯だとなかなか機能的な部分ってそんなに期待できないことも少なくな ないんですがいわゆる中価格帯ぐらいのセレクトショップのオリジナルはこの辺りもちゃんと押さえてるものが多いのでまさにこちらのボトムスというのはリアリティがあってちゃんとトレンド感も押さえてるので使い勝手がいい1本かなと思います先ほどご紹介したツーレイヤーブルーゾーンにももちろん合いますし丸首のニットブルーなんかにも相性がいいかなと思います、まあ、今回ご紹介するものとの親和性も非常に高いのでこれ1本あるとすごく横展開しやすいかなと思うのでぜひ皆さんチェックしていただければなと思っています はい、続いてラスト5点目はですね、足元スニーカーをご紹介したいなと思います。やっぱりパパ世代だと、ちょっとローファーだとか革靴はちょっとハードルが高いなと思うんですね。まあ、汚れても OK なようなスニーカーが僕は必須になってくるかなと思うんですが、まあ、その中でも白レザースニーカー、僕がですね、よくご紹介するようなものは汚れるんですね。やっぱり汚れが目立ってしまうので、ガンガン子供と遊びづらい。そう考えると、僕はブラック系のスニーカーですね。まあ、ほこりがつくと多少 目立つんですが白に比べればはるかに汚れは目立ちづらいかなと思うのでそこでご紹介したいのがアディダスのですねスニーカーになりますこれ実際にですね僕も休日によく履くんですが黒のサンバはめちゃくちゃ使い勝手がいいですサンバというと白のイメージも強かったりするんですが意外と優秀なのがブラックサンバだと思ってるんですねただ今回ご紹介したのはこれじゃなくて遅くなりましたがこちらをご紹介したいなと思いますエディフィスが別注で作っているですねガゼルインドア エクスクスルルーブモデルですね価格は1万6500円ということでこれがねすごいかっこよくてもし僕が今ですね黒系のスニーカーを買うとしたらこれを間違いなく選ぶだろうなと思いますあまりにですねサンバとキャラがかぶりすぎるので僕はちょっと買わないとは思うんですが2足があってもいいなと思うぐらい完成度が高いのでぜひ、まあ、皆さんこちらの方を検討していただきたいなと思います、まあ、今回はサンバベースでお伝えしたいなと思うんですがほぼほぼですねデザイン的にはガゼルとサンバ 変わらなないいかなと思います、まあ、ブラックベースでこういったパーツ的にはスウェードの部分を使われていたりしますしサイドには3本ラインが入っているというところも近しいんですよねなのでボトムスブラック系のものだとか先ほどご紹介したグレー系のものを履いていただいて足元ギュッとブラックでまとめてもですね真っ黒じゃないので地味になりすぎないのがすごくサンバのいいところなんですねパーツ使いもブラックのスムースなレザーとスウェードということで動きがありますしサイドのこの3本線ですねこちらの ガゼルルにに関してては結構明るるめのシルバーになってるんですねこの辺りの細かな調整もめちゃくちゃかっこいいなと思いますこの色のおかげで真っ黒のスニーカーに見えないので重たくなりすぎないんですよねでサイドのソール部分もですねゴムになっているんですがダークブラウンで少しこの辺りもやぼったさはあるんですが汚れも目立ちにくいしクラシックな要素でなかなかかっこいいなと思います、まあ、こちらのですね後ろのかかと部分にもサンバにはないですがこのガゼルにはアディダスのロゴが入っていて少しスポーティーな要素もあります で、ちょっと見えづらいんですが、この単の部分ですね。アディダスのロゴが入っていて、サンバーはちょっとブルー系なんですが、こちらの別注バージョンはブラックとシルバーベースのカラーで、よりこう本体に馴染ませるような上品な雰囲気になっていて、ロゴ以外の部分はちょっとエンボスっぽい形で、ちょっと凹凸感があるんですね。このあたりもめちゃくちゃかっこいいんですよ。まあ、別注のものっていうのは、うまくはまるときと、オリジナルの方が良かったな、みたいなときがあったりするんですが、これは確実に完成度が高いかなと思うので、今 買うのであればこのスニーカーカおすすすめですこれはパパだけではなくて僕のチャンネルを普段から見ていただいている方には全員におすすめしたいぐらい名作かなと思います現時点ではまだサイズはあるんですが結構これは早い段階でなくなってしまうんじゃないのかなと思うぐらい非常に完成度が高い一足なので、まあ、今回のパパコーデの中にももちろん相性がいいですが普段の普通の着こなしの中にでもバチッとはまる一足なので別注のですねガゼルチェックしていただければなと思っています はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、おしゃれパパになれる秋服5000というテーマでお届けをさせていただきました。なかなかですね、世の中にはこういったコンテンツって多くないかなと思うんですね。まあ、どうしても YouTube の中でも20代とか30代前半のですね、情報が多くなってきますし、まあ僕たちのような30代から40代ぐらいで、なおかつ子供がいて、それでもファッションが楽しみたいというニーズを満たしてくれる動画は少ないかなと思うので、まあ定期的にお届けしたいなと思ってるんですね。まあ、今回のテーマで言うとですね、 選んでるアイテム自体は正直普段のものとそんなに変わらないんですよただその中でも竹の長さに注目をしたいだとかあとは洗濯ができるかどうかとかそして全体的にはトレンド感も程よく漂っていておしゃれに見えるかどうかこのあたりを意識しながら選んでいますので今回のご紹介したアイテムだけでもですね結構様々な着こなしも作れますし十分おしゃれなパパは目指せるかなと思うのでよかったら今回の動画一つを参考にしていただければなと思っていますここれからもこちらもちのチャンンネルで大人男性に向けてメンズファッションの 基本なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルとかドメスティックブランドまたちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週末にライブ配信も行っていまして皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかです、ね ゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンっていうものもやっていますこれは動画じゃなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか僕自身が実際に買ったものをほぼ毎日ですね配信をしています僕も記事を書いていますし僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれていますまた参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるのでおしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でした また次回の動画もお楽しみに。